トラビスジャパンの活動はグループとしても個人としても非常に活発です。最近では5月12日に8都市30公演を巡るトラビスジャパンコンサートツアー2024ロードトゥオーセンティシティを成功裏に終了しました。その最終公演で初の世界ツアートラビスジャパンコンサートツアー2024ロードトゥエイの開催が発表され、6都市を巡る予定です。一方、メンバー個人のテレビ出演も増加しており、デビュー以来の活躍が目覚ましいです。その結果、同じ事務所に所属する他のグループのメンバーとの共演も増えてきています。トラビスジャパンと同じ事務所のメンバー同士の共演として、特に印象的なのは4月20日から始まったキング&プリンスの永瀬廉さんが主演するドラマ東京タワーに出演している松田元太さんでしょう。さらに定額制動画配信サービスのテレサではドラマ東京タワーのスピンオフドラマとして松田さんが主演する東京タワーアナザーストーリーが5月11日から配信されています。ドラマのメイキング映像では松田さんと永瀬さんが舞台裏を語り、2人がコミカルなやり取りを交えながらドラマを振り返る様子や、松田さんのユニークな発言に永瀬さんが突っ込むなど、彼らの親しい関係が垣間見えます。さらにキング&プリンス永瀬廉のラジオガーデンの5月1日放送回では、永瀬さんが松田さんと初めて食事に行った際、偶然にもドラマの放送日であったため、2人でオンエアを確認したエピソードも語られました。また5月17日には締めかけ竜也さんがバラエティ番組世界新定番飯これ100% 日本人が好きなやつに出演しました。新定番飯ハンターとして、なにわ男子の藤原丈一郎さんと4日間の台湾グルメロケを行ったのです。同学年の締めかけさんと藤原さんですが、事務所の先輩である藤原さんがロケをリードする姿に、締めかけさんが大きな信頼を寄せつつ自分らしく食レポをこなす姿が印象的でした。締めかけさんと藤原さんのそれぞれの個性がバランスよく補い合い、2人の親和性の高さが感じられるコンビネーションを見せていました。デビュー以降、トラビスジャパンはグループでも個人でもテレビ番組への出演が大幅に増えていますが、メンバーの中には人見知りな一面を持つ者もいます。他の出演者と積極的に絡んで番組を盛り上げるというよりも、彼らの天然な面白さが際立つことで番組が盛り上がるのがトラビスジャパンの魅力です。そのため、昔から彼らのことをよく知る事務所の先輩や後輩と共演することで、彼ら特有の面白さがより一層発揮されているように感じます。バラエティ番組で活躍する松田さんも例外ではありません。松田さんはバラエティ番組で相手の懐に早く入り込み、積極的にコミュニケーションを取る姿が印象的です。しかし、彼のコミュニケーションスタイルは一生懸命距離感を縮めようとする結果、思いがけない発言で笑いを生むことが多いように感じます。このような人間性がもたらす面白さは誰を相手にしても発揮されますが、昔から松田さんを知る事務所の先輩後輩など、ある程度勝手が分かる相手に対してはより人懐っぽい一面を見せることが多いようです。トラビスジャパンはジュニア時代からの活動歴が非常に長いメンバーが揃っています。特にグローバルデビュー後はアジアツアーなど独自の活動が目立ちますが、同じ事務所のメンバーとの共演を見ると、同じ環境で育ってきた安心感やキャリアの深さが強く感じられます。松田さんと永瀬さん、締めかけさんと藤原さんの共演だけでなく、 YouTube チャンネル放課後ゲーミングライフで同じ事務所のメンバーと生き生きと活躍する中村海人さんや、5月17日にドラマ特捜9シーズン6に2年ぶりにゲスト出演し、主演の井ノ原快彦さんとの共演を果たした宮近海人さんなどもいます。彼らの個人活動が増えている今だからこそ、彼らのルーツを感じられる点が非常に面白いと言えます。今後のトラビスジャパンの活躍にも目が離せません。